震災関連会議のうち10もの会議で議事録が作成しなかったという件につきまして、その原因を今の時点でどのように考えておられるかお伺いしたいと思います。岡田行政改革担当大臣、行政刷新担当大臣か。おそらくですね、それぞれ理由はあるんだと思いますが、詳しくはですね、しっかり有識者の、この会議を開いてですね、そこで、把握していきたいというふうに思っています。想像するに、非常に厳しい環境の中で、ついつい後回しになってしまったという部分があるのかなと思いますが、委員もご指摘のやっぱり法の趣旨から言ってもですね、後世やはり事後的にあの時の意思決定はどうだったのかということを評価するための判断するための、そういう、文書の保存ということでありますので、もうあれから震災からですね、ずいぶん時間も経っておりますし、そういう意味では事後的に作ることが認められているとはいえ、あまりにも遅きにした、そのことについては真摯な反省が必要であるというふうに考えております。斉藤君。委員長、もう一つ確認でありますが、いくら今厳しい環境で後回しになったという話になりましたが、いくらですね、厳しい環境であったとしても、とりあえず録音をしておいて後で整理をするということはできたんではないかと思うんですが、録音もしてなかったんでしょうか。岡田担当大臣。現時点でそれぞれの会議について個別に把握をしているわけではございません。しかし基本的に録音はされていないというふうに受け止めております。それがなぜかというところについてもですね、きちんと検証しなければならない点の一つでございます。今後どうするか、録音を義務付けるか、どの範囲でやるかというようなことも含めてですね、しっかりとした政府の中で、まず議論を行わなければならないというふうに考えております。斉藤君。昨日だったと思いますが、平野大臣の記者会見で、過去のですね、災害関係会議の議事録もどうやら見つからないというお話をされてたと思いますけれども、その過去の災害関係会議の議事録の今までのところ把握されている状況についてお伺いしたいと思います。平野防災担当大臣。自然災害が発生した際の非常災害対策本部等々の開催の事務局は、現在でいうところの内閣府の防災担当がずっとやっております。この防災担当部局に阪神・淡路大震災以降の議事録あるいは議事概要等々の状況について調べていただいたところ、作成されていないと、そういう調査結果の報告を受けております。なお、すべてのこういった大きな災害が起きた場合の災害対策本部等々があった場合には、官房長官、あるいは防災担当大臣がその会議後にブリーフィングをしているという報告も受けております。斉藤君。昨日の平野大臣の会見ではですね、そういう緊急的な会議の場合、議事録を作らないような、慣行みたいなものがあったんじゃないかというお話をされておりました。私は慣行といえるものがあったかどうかも含めて、これから調査をしていただいて、その結果を待つしかないと思いますが、確かに我が党時代にも脇が甘いところがあったのかもしれません。ただ民主党政権が誕生する直前、公文書等の管理に関する法律が成立をいたしました。そしてさらに震災直後の4月にこの法律が施行されております。民主党政権の手で施行されたこの法律の第4条には、これまでになかった法律的な義務として、行政機関の職員に対して経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に後付け、または検証することができるよう文書を作成しなければならないとされております。まさに議事録がこれに相当するものだと思います。加えてこの法律を国会で審議する過程におきましては、文書管理と情報公開の徹底を当時の野党だった民主党が執拗に主張していた経緯を考えますと、
今回2万人近い方々が亡くなり、あるいは行方不明となった西暦869年以来1000年に1回と言われる歴史的大惨事に対する政府の会議の議事録がありませんでしたというのは、言うこととやることが全く違うといういつもの御党の体質を思い起こさせるもので、何重にも責任重大であると言わざるを得ないと思います。しかも民主党政権では総理を除きまして大臣17名、副大臣22名、政務官26名、合わせて65名も国会議員が政権に入っていて、きちんと議事録を残せと指示する者もいなければ、10ヶ月間もの間議事録がないことに気づきもしなかったということは、自分が実行することを考えて真剣に物を言った試しがないという証拠になるんじゃないでしょうか。65人もいて自分たちが言ってきたことをやろうともしない、こういうのを口だけというのではありませんか。この点についての見解を伺いたいと思います。岡田担当大臣。まあ、これはお答えになるかどうか分かりませんが、当時のこの法案の担当者は私の前任蓮舫議員であります。閣議で蓮舫大臣の方からこの法も施行されたので、記録は残すようにと、この大震災に関してということではありませんが、法制後に伴ってそういった発言もしております。にもかかわらず残っていなかったわけですから、これは弁明にはなりませんが、事実としてそういうことは申し上げておきたいと思います。斉藤君。あえてこれ以上申し上げません。加えて2点指摘したいと思いますが。斉藤君。昨日の平野大臣の会見ではですね、そういう緊急的な会議の場合、議事録を作らないような慣行みたいなものがあったんじゃないかというお話をされておりました。私は慣行といえるものがあったかどうかも含めて、これから調査をしていただいて、その結果を待つしかないと思いますが、確かに我が党時代にも脇が甘いところがあったのかもしれません。ただ民主党政権が誕生する直前、公文書等の管理に関する法律が成立をいたしました。そしてさらに震災直後の4月にこの法律は施行をされております。民主党政権の手で施行されたこの法律の第4条には、これまでになかった法律的な義務として、行政機関の職員に対して経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に後付け、または検証することができるよう文書を作成しなければならないとされております。まさに議事録がこれに相当するものだと思います。加えてこの法律を国会で審議する過程におきましては、文書管理と情報公開の徹底を当時の野党だった民主党が執拗に主張していた経緯を考えますと、今回2万人近い方々が亡くなり、あるいは行方不明となった西暦869年以来1000年に1回と言われる歴史的大惨事に対する政府の会議の議事録がありませんでしたというのは、言うこととやることが全く違うといういつもの御党の体質を思い起こさせるもので、何重にも責任重大であると言わざるを得ないと思います。しかも民主党政権では総理を除きまして大臣17名、副大臣22名、政務官26名、合わせて65名も国会議員が政権に入っていて、きちんと議事録を残せと指示する者もいなければ、10ヶ月間もの間議事録がないことに気づきもしなかったということは、自分が実行することを考えて真剣に物を言った試しがないという。あまりにも遅きにした、そのことについては真摯な反省が必要であるというふうに考えております。斉藤君。もう一つ確認でありますが、いくら今厳しい環境で後回しになったという話になりましたが、いくらですね、厳しい環境であったとしても、とりあえず録音をしておいて後で整理をするということはできたんではないかと思うんですが、録音もしてなかったんでしょうか。岡田担当大臣。現時点でそれぞれの会議について個別に把握をしているわけではございません。しかし基本的に録音はされていないというふうに受け止めております。
それがなぜかというところについてもですね、きちんと検証しなければならない点の一つでございます。今後どうするか、録音を義務付けるか、どの範囲でやるかというようなことも含めてですね、しっかりとした政府の中で、まず議論を行わなければならないというふうに考えております。斉藤君。昨日だったと思いますが、震災関連会議のうち10もの会議で議事録が作成しなかったという件につきまして、その原因を今の時点でどのように考えておられるかお伺いしたいと思います。官房長。官房長か。岡田行政改革担当大臣、行政刷新担当大臣か。おそらくですね、それぞれ理由はあるんだと思いますが、詳しくはですね、しっかり有識者のこの会議を開いてですね、そこで把握していきたいというふうに思っています。想像するに、非常に厳しい環境の中で、ついつい後回しになってしまったという部分があるのかなと思いますが、委員もご指摘のやっぱり法の趣旨から言ってもですね、後世やはり事後的にあの時の意思決定はどうだったのかということを評価するための、判断するための、そういう、文書の保存ということでありますので、もうあれから震災からですね、ずいぶん時間も経っておりますし、そういう意味では事後的に作ることが認められているとは言い、大臣の記者会見で、過去のですね、災害関係会議の、議事録もどうやら見つからないというお話をされてたと思いますけれども、その過去の災害関係会議の議事録の今までのところ把握されている状況について、お伺いしたいと思います。平野防災担当大臣。自然災害が発生した際の非常災害対策本部等々の開催の事務局は、現在でいうところの内閣府の防災担当がずっとやっております。この防災担当部局に阪神・淡路大震災以降の議事録あるいは議事概要等々の状況について調べていただいたところ、作成されていないという、そういう調査結果の報告を受けております。なお、すべてのこういった大きな災害が起きた場合の災害対策本部等々があった場合には、官房長官あるいは防災担当大臣がその会議後にブリーフィングをしているという報告も受けております。